18歳です。突然ですがここでクイズです。イエーイ。くくりが最近ハマっていることは何でしょうか。1番読書、2番絵を描くこと、3番パズルです。この3つの中でどれでしょうか。1番の読書だと思う人、2番の絵を描くことだと思う人、3番のパズルだと思う人。正解はダダダダダダじゃん、1番の読書です。もう読み終わったけど、最近ハマっている本はアジアの昔話です。次の曲はそれでも好きだよです。聴いてください。